ユーロフィンは、食品や環境資料等の分析、環境コンサルタント事業などを行う企業グループ。多数のグループ企業を参加に持つが、グローバル本社はルクセンブルクに置かれている。従業員数は、約3万5000人。44カ国400カ所の研究所で事業を行い、2017年度の売上高は34.4億ユーロであった。 ワインに添加された砂糖を検出する、新生分析手法、スニフ NMR 技術を上司する目的で1987年に創業。15万種類の分析手法を持ち、分析サービスを実施する。スニフ NMR は、サイトスペシフィックナチュラルアイソトープフラクシャネーションスタディド、バイニュークリアマグネティックレゾナンスの略で、一特異的天然同位体の核器。 共鳴分析法である。積極的な M&A で事業を拡大しており、2005年には、ドイツの MWG、バイオテック社を買収。2011年には1億5000万ユーロで、アメリカのランカスターラボラトリー社を買収。2012年4月には、横浜市金沢区の日本環境株式会社を、買収し、ユーロフィン、日本環境株式会社とした。 さらに2021年7月に、川崎市幸区にある、富士通グループの信頼性評価試験を担っている、富士通クオリティラボ株式会社を買収し、ユーロフィン FQL とした。日本法人は、管理会社として、ユーロフィン NDSCF&E 株式会社と、ユーロフィン NSC ジャパン株式会社があり、他に、以下のユーロフィン関係企業がある。ありがとうございます。